東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構はナノテク2009において最先端の量子ドットレーザーを紹介しました。通常半導体の中の電子は様々なエネルギーを持っており、このために半導体レーザーの発信には一部の電子しか寄与しません。しかし半導体中で電子をナノスケールの小さな領域に閉じ込めると事情が変わってきます。こうした量子ドットと呼ばれる閉じ込め構造では、電子がほぼ同じエネルギーを持ち、その多くがレーザー発信に寄与します。このため、極めて色電流が小さく、したがって低消費エネルギーのレーザーを実現することができます。で、量子ドットレーザーというのはですね、量子ドットというナノ構造を使いまして、新しいですね、その半導体レーザーを実現するものです。でこれはですね、ローコストでかつ性能が極めて高い半導体レーザーでありまして、将来の光通信ネットワークに、用いられるものであります。で、まもなくですね、富士通とそれから QD レーダー社との共同研究の成果としてですね、市場に出ていくものだと思っております。 QD レーザー社は富士通で開発された電子ドットレーザー技術の実用化を目指して2006年に設立されたベンチャー企業です。私どもですね、QD レーザー社がですね、京都研究の成果としてですね、レーザーのモジュールをですね、販売するようになります。で、これがですね、まずはいわゆる、アクセスネットワーク、あるいはローカルエリアネットワークの中の光源として使われるようになっています。で、さらに、将来は全ての基幹ネットワークにおいてですね、この量子ドットレーザーが使われます。Digging for news